はい、皆さんこんにちは。 IoT 制御系 YouTuber の中ちょんです。はい、ここにイリが2台あります。こちらは日本で通常発売されているイリ、日本語から英語と韓国語と中国語に音声で翻訳しているデバイスです。でこちらがですね、日本では通常発売されてない海外版のイリです。英語から日本語、中国語、スペイン語に翻訳してくれるデバイスです。でこの海外版のイリは期間限定で表参道にオープンしているイリストア表参道でなら購入することができます。まあ、通常だと海外でしか販売されてないので日本では入手できないんですが、イリストア表参道で海外版のイリが購入できるので先日購入してきました。でこういうふうに今両方のイリが並んでるわけですけど、まあ、ちょっとですね、これ試してみたいと思います。で、まあ、一番最初にこの海外版と日本版のイリ何が違うかというと、まあ、外見はですね全く同じです。でこれ最初についてるストラップをつけてるのでこっちが日本版ということが分かるんですけど、これもしこれを外してしまったら、まあ、どっちが日本版でどっちが海外版っていうのが分からないので、まあ、多分なんかシール貼っとくかストラップを変えるかというふうに、分けておいた方がいいと思います。じゃあちょっといくつか試してみましょう。こちらの、まあ、イリを購入した時についてくるフレーズ、旅行フレーズで、まずは日本語から英語に直してみます。じゃあ一番最初にですね、試着してもいいですか、試着してもいいですか。 Can I try it on? Can I try it on? この音声をそのままこっちの海外版のイリに入れてみます。これはあんまりうまくいかないみたいですね。じゃあタクシーに乗ってる時に使うフレーズを試してみます。タクシー乗り場はどこですか、タクシー乗り場はどこですか。 Where is the taxi stand? Where is a taxi stand? ですね。じゃあこれを今度こっちに入れてみます。 Where is the taxi stand? タクシー乗り場はどこですか。あ、これはちゃんと行きましたね。じゃあ次、そこまでいくらかかりますか、そこまでいくらかかりますか。How much will it cost? はい、How much will it cost? じゃあこれを翻訳してみます。How much will it cost? 種別。How much will it cost? 素晴らしい家ですね。これはあまりうまくいかないですね。では最後にここで止めてください、ここで止めてください。 Stop here please. Stop here please. じゃあこれを英語版でやってみます。 Stop here please. ここで止めてください。はい、これはちゃんと翻訳されましたね。おそらく予想なんですけど、人間の声を分析して、まあ、何を言ってるかっていうのを認識するんですが、まあ、そういったその人間の声を分析している関係上、もしかしたらちょっと英語の機械の声だと違うような反応になるのかもしれません。ということで、またこれからもいろいろ試してみたいと思います。では皆さん、さようなら。